省内の乱は、慶長4年に、日向国省内で起きた、島津氏とその重臣である伊集院氏との相乱である。この乱は、島津氏か中裁大の内乱であり、最終的には、徳川家康の仲介により解決に至ったものである。また、慶長の役直後、関ヶ原の戦い直前の対乱であり、島津氏が、関ヶ原の戦いに大軍を送れなかった原因に、 なったとも言われている。慶長4年3月9日、伏見統治帝において、島津忠恒が、伊集院忠宗を斬殺した。伊集院忠宗は、島津義久の筆頭画廊であり、島津氏の九州制覇のため活躍した行進である。豊臣秀吉の九州制抜の際は、豊臣氏と島津氏の兵力の違いを認識し、早期降伏を主張した。降伏後は自ら、 人質となり上洛し戦後処理にあたり、島津氏の存続に貢献した。そのため、島津家の代表的家臣と認められ、戦後処分でも、秀吉から直接肝付一軍を配慮した。文禄3年、島津家領内で検知が行われると、伊集院氏は、豊臣秀吉から衆院をもって、都農場八万国を救された。それまで都農場を漁していた北郷氏は、 北郷忠康が幼少であったことと、朝鮮出兵で軍役の不足があったこともあり、家道院へ移され、国高も6万9千国から3万7千国へ減らされた。また、忠宗は秀吉から直接命令を受け、検知後の治療配分の責任者となった。このため野中の不満は忠宗に集中し、家中を乱す、名人であるとも呼ばれた。また、 伊集院氏の伏見の屋敷は、島津思宗家のそれよりも大きく、国元では、島津思宗家を乗っ取ろうとしているという風評も立った。島津忠常は、島津思宗家当主、吉久の弟である、島津義弘の三男であったが、吉久に男子なく、また、忠常の兄が若くして死去したため、吉久の三女である亀寿と結婚し、島津思宗家の後継者となった。 豊臣秀吉の死後、朝鮮から帰国した忠常に、石田三成もしくは徳川家康が、伊集院忠宗に範囲があることを伝えたという、日衆省内軍記の記述があるが、それを裏付ける、同時代資料はない。島津市宗家相族の際、伊集院忠宗は、義久の次女である新城の婿、島津は秋久を推奨しており、忠常にとって忠宗は憎悪の対象であったと言える。 また、朝鮮の役で出陣した、忠恒らの遠征軍に対して、国元からの補給が満足に行われなかった。忠宗は朝鮮に出陣しておらず、忠恒らは、補給不足の原因が忠宗にあると考えていた。ことなどもあり島津四閣心からも深く恨まれていた。そこで忠恒は、義久、義弘の留守中に、忠宗を呼び出し残殺に至ったものである。 島津氏にとっては家臣であるとはいえ、主因をもって、都の城八万国を救されている。つまり、豊臣政権側からは、島津氏から独立した大名として扱われていた、忠宗を殺害したことは、豊臣政権に対する反逆とも取れる行為である。ただは、こういう山信号寺で謹慎した。また、ただの祭子は、東福寺へ移った。当時実権を握っていた、 徳川家康は、主君は反逆した家臣を成敗できるとして、忠常の行為を支持し、その結果忠常は、島津邸へ戻った。吉久は、忠宗殺害は、忠常の独断によるものであり、自分は全く関与していないと、石田三成に弁明している。しかし、後世の資料であるが、庄内人気には、吉広、忠常が共謀し、 ヨ久が同意を与えたという記述があり、また、翌月のうるう3月三日ヨ久ヒサは、都の城への通行を遮断し、島津市家臣へ忠だに味方しないよう家臣から、起承文を取っている。忠だの着手である、伊従院忠だざねは、都の城近郊の大河原山で狩りの最中だったが、父が残殺されたことを伝えられて派生戻り、一族や家臣と合議した結果、 叔父の伊住院新江門は、給料の安堵を乞うべきとしたが、元、紀州根頃寺の僧で、交際自住職となっていた各省の白石栄船は、徹底抗戦を主張。結局は、栄船のことを入れ島津ずし家に対し反旗を翻す、ことに決定したとされている。一方、忠実が6月18日に、川上忠友ともに送った書状では、父の死後、すぐに、 義久様のもとに伺いました。義弘様と、忠常様の命に従うつもりであることを申し上げたが、義久様は全く納得せず、庄内への通行を禁止しておられる。私も父同然に扱われるつもりのようで、境目に放火しているとあり、義久が、移住院氏を滅ぼすつもりであったと主張している。忠常はこの書状で義弘の朝廷を依頼しているが、 義シは忠実に降伏を勧告している。都の城は、都の城を本城とし、常吉城、梅、北城、柴地城、梶山城、勝岡城、山の口城、合参日向城、安永城、野々宮城、末吉城、山田城を呼び、宝部城の12箇所の外城に守られており、容易に攻めることはできない。忠実は、 各外上の防御は美しい一族や家臣を配置し、守りを固めた。省内軍機によれば、忠実の兵力は2万人と記されているが、実際は8000人程度であった。また、直接的な兵力ではないが、物資の援助などを、島津市と領地を隣接する、加藤清正、伊藤助武らが、密かに行っている。このため、両者は、島津市から抗議を受けている。 12外上の所在地と上昇ただつは、自ら乱を鎮圧するため、徳川家康の許可を得て本国へ帰国、6月に鹿児島を出発し、東霧島混合仏作時を本営とし、省内を攻めた。島津市の一門、重心がこれに従った。特に北郷市は、給料回復の機会であり奮戦した。省内軍機によれば、 ただつねの兵力は10万人と記されているが、実際は3万から4万人程度であった。家康は、家臣の山口直友、引き続いて、豊臣政権の九州方面の取りまとめ役であった、寺沢正重を使者として使わし、和睦を促したが成立しなかった。また、九州の諸大名にも、島津市を支援するため出陣を要請した。 島津と久、秋月主長、伊藤助武、相良町ごと、高橋直次、高橋本ね、大高強し、立花宗重、小西行長などに出陣が命ぜられたが、このうち、島津氏の一門である、島津と久はすでに出陣しており、また、家臣の反乱を討伐するのに、武の援軍を仰ぐことを、潔しとしない島津氏が誇示したこともあり、 実際に将内まで軍勢を進めたのは、秋月首長、高橋元種、ね、大田和義であった。忠恒は、初戦で、山田城を落とし入城した。ついで、常吉城を落としたがその後はなかなか戦果を上げられず、戦いは、降着状態となった。その後、忠恒は、野の美国と、島地の間の森田に陳を築き、島地城を兵糧攻めにした。多田は、 死は地上へ食料を送り込もうとしたが、うまくいかなかったので、木内の急防は甚だしかった。一方、忠曽根川の地匠、白石栄泉らの活躍により、忠曽根川の死傷者も多数に上った。吉久も出陣し、宝部城を攻めたが落とすことはできなかった。家康は、再度、山口直友を使者として使わし調停を行った。自家は、 義久と忠だから、忠だが降伏すれば、今まで通り召し抱える。という証文を取り、これを忠だに提示し、降伏を促した。慶長5年2月6日、しわ地上が降伏した。その後、他の外情も順次降伏し、忠だは、家康の朝廷を受け入れ、3月15日、降伏した。降伏後、忠だは、え一万国へ移され、後に、 調査2万国へ移された。都の城には、丘陵主であった北郷氏が復帰しらは集結した。宮本義美は、乱が、近隣大名の出世や、戦火の拡大もなく、収束を見たのは、島津氏が、ナイフ、家康の朝廷を、抗議のそれと合点したからで、稲や山口といった直進に加え、寺沢のような、抗議取り次ぎを刺激し、 紛争近隣大名の動員体制を整えた上での朝廷であったわけで、その大義も下国城を否定し、天下の秩序を維持するという全国統治権に根ざした。紛争鎮圧にあったから、秀吉による総武事と全く同質の政策であったとし、豊臣政権の抗議に根ざしたものと分析しており、山本白文の家康が省内の乱に介入し、抗議の立場を利用した。 勢力拡大を進めていくのであるとする解釈を、家康が当初から秀吉の遺言を無視していたという、通説に起因したもので一方的に過ぎるとみなさざるを得ないと批判をしている。また毛利輝元が、乱の解決に対処しようと、何らかの努力を試みようとしていたことが指摘されている。翌年の慶長6年、島津家では、一向送金指令が出され、その後の、 隠れ念仏の原因となった。この政策は、ただむが熱心な一行門徒であったことが、関係しているとする説がある。乱終結後も、ただつはただざを警戒し続けた。事実、ただざは、被護国の加藤清正に大使仇を打つための助力を、願う密書を送っている。しかし、その密書を託された、伊集院陣吉はただつに密書を渡した。 ただつのみならず、家康もただに立腹したが、もはや島津の敵ではあるまいとこの場は、許すに至っている。また、清正の方も、ただと連絡を取っていたことが発覚し、家康は清正にも立腹して、上落を禁じて、両国での謹慎を命じ、合図征伐への参加を認めなかった。その結果、清正は、関ヶ原の戦いと、 その前後の時期を、主戦場から遠く離れた九州で戦うことになった。しかし、関ヶ原の戦い後の慶長7年8月17日、忠恒は上洛に際し、上落に再し忠常に同行を命じ、日向国の尻で狩りを模様した際、これを射殺した。忠常は島津家臣の平田平馬と馬を交換していた、ため、誤って、平馬も殺された。対外的には、 ただざね殺害も、御社として片付けられ、実行犯の押川自衛門と、淵脇平馬は、切腹を命じられたが、計画的な暗殺だった。同日にただざねの母と、弟三人も殺された。なお、平田平馬の死亡も、平田平馬の父、平田蔵州がかつて、島津家の家督に、島津信久をしたことから、やはり忠だによる、 計画的暗殺の一環であったという説もある。ノブヒサようは、タダザネが主導していたという。ありがとうございます。